クレー変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？さっき聞いたこと本当なの？求人広告、キューブ、防除旅館での臨時料理人を1名募集、高級高待遇、報酬につきましては王相談。おい見ろよ、高級でキューブだってさ、モラを稼ぐチャンスだぞ。え、お、確かにそうだな。まさか現象に何かあったのか。あいつは人が勝手に厨房に入っただけで怒鳴り散らすしな。手伝いがいるとは思えないけど。あれ、続きに何か書いてあるぞ。興味のある方は上までお越しいただき、支配人のワイヤンとお話しください。だって現象のことも気になるだろ。支配人、本当に必要ないんですって。ただ手を火傷しただけで、料理を作るのに差し支えはないでしょう。今は差し支えなくても治りが遅くなってしまうよ。ひとまず数日は休みなさい。何か方法を考えるから。よう支配人、それに現象も。おや、旅人さんにパイモンさんではありませんか。どうしてこちらに？それで上がってきたんだ。現象に何かあったのか聞いてみようと思ってさ。やれやれ、だからあんな張り紙はやめろって言ったんだ。お前たちにまで心配をかけるとはな。大したことでもないんだが。現象に代わってお二人のお心遣いに感謝申し上げます。ほら、あなたも恥ずかしがってないで説明したらどうだ。わかりましたよ。実は先日の回答祭で大勢のお客さんがやってきてな、料理を鍋から取り出すときにちょっと慌ててうっかり手をやけどしてしまったんだ。そりゃあな、猿も木から落ちるって言うだろう。どんなに腕のいい料理人でも手元が狂うことはある。それにこれっぽっちの怪我なんて全く問題ない。強がりはやめるんだ。無理をして怪我がもっとひどくなったら、1日2日休むだけでは済まないんだから。だけど回答祭が過ぎて間もないし、店に来てくれるお客さんは多いんです。休んでる場合じゃないでしょう。それに遠くからはるばるやってきた外国のお客さんもたくさんいるんですよ。適当な間に合わせの料理人を入れて、万が一にも店の看板に泥を塗るようなことがあったら、真っ先に俺が承知しないぞ。そう言われるとどっちが支配人だかわからないな。でも彼が言うことも一理あります。なんといっても現象は料理王決定戦の決勝選手ですから、そんじょそこらの料理人では代わりが務まりません。
自慢じゃないですけど、俺レベルの料理人となるとみんな自分の店を持ってますよ。旅館の手伝いに来るほど暇なやつなんてなかなか見つからないでしょう。まあもう少し報酬を上げないといけないね。料理が上手で暇なやつ。あ、それってお前じゃないか。思い出しました。以前聞いたことがありましたね。あの時はあなたが凄腕の強者だということばかりが印象に残っていて、料理の腕前のことを忘れていました。料理の腕前は覚えてないのに凄腕なのは覚えてるのか。まあ細かいことはお気になさらず、とにかくあなたが来てくださるのなら元将も安心して厨房を任せられるでしょうね。まあお前になら確かに他のやつに任せるよりかはいい。じゃあこの仕事を引き受けるか。けど一つ言わせてくれ。旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うからな。何日かは俺も厨房に残ってお前が仕事になれるまで手伝ってやる。結局心配なんだな。支配人、店にまだ使ってない調理器具があったはず。あれは。ああ、はいはい、今すぐ準備してこよう。完成です。見てください、あなたに合わせて作ってみました。いえいえ、ほんのたしなみ程度で取るに足りません。では現象、ここはあなた方に任せるよ。ここまで大掛かりなことをするなんて。今あるかまどをそのまま使えばいいじゃんか。どんだけ調理器具に触られたくないんだよ。いや、そんなことはない。オーナーは人を使う以上は疑わない、疑わしければ使わないと言っていた。俺はただ今のかまどはお前にとってその少し高さがあると思ってな。さっきも言っただろう、旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うって。色、香り、味にこだわるだけではなく、速さ、正確さ、そして安定感が必要なんだ。例えば自分に合わないかまどで一日中料理を作っていると、疲れて腕や背中が痛くなるばかりか料理を出すスピードが遅くなってしまう。すると待っている客もイラつくだろう。だからこそ調理器具はきちんと準備しておかなければならない。それが速さだ。じゃあ正確さと安定感ってなんだ？正確さとは正しく見極めることだ。肉塊のどこに包丁を入れるか、油をどのくらい使うか、そして鍋からいつ料理を取り出すか。自分のために料理をするなら様子を見つつ、水が多ければ塩を足し、塩が多ければ水を足すといった具合に味を調整できるが、旅館の厨房ではそんな試行錯誤してる猶予はない。もし本当に失敗したらオイラが片付けてやるよ。最後の安定感はどんなに意地悪な注文でも確実に答えなければならないということだ。特に各地からやってくる味の好みが異なるお客さんをもてなすためには、もともとの食習慣に気を配るだけでなく、ご当地料理を味わいたいという気持ちも考慮しなければならない。おい、最後のはかなり難しそうだな。大丈夫だ、旅人はいろんな場所を渡り歩いてきたんだろう。実際にやってみたら俺よりうまくできるかもしれん。それに数日は俺も厨房に残って助ける。きっとお客さんの一人一人が我が家に帰ってきたように感じるおもてなしができるさ。
グズグズしてはいられない。早速やってみよう。基本的な調理は俺が口出ししなくてもできるはずだな。気をつけるべきことはテーブルごとに注文の要望が違うことだ。ごっちゃにしないようにな。ひひ、オイラも覚えるのを手伝うからな。安心していいぞ。何番テーブルだっけ。一番テーブルのお客様はネギはいるけど唐辛子はいらなくて、二番テーブルは唐辛子はいるけどネギはいらない、三番テーブルは三番テーブルは唐辛子はいるけど唐辛子はいらない。おいら、さっきまで夢を見てたのか。休憩する暇もなかったし、頭の中がごちゃごちゃになっちゃってたぜ。旅館にはいつもこんなにたくさんのお客さんが来るのか。まだ繁忙期だからな。初めてこの厨房を切り盛りしたにしてはお前たちは十分よくやってたよ。でも今回来たのは常連ばかりで、これといっておかしな注文もなくてよかった。出なければもっとややこしいことになってただろうな。これでおかしな注文がなかったのか。醤油をかけた杏仁豆腐なんてオイラだって食べたことないぞ。世の中にはいろんな人がいて、それぞれの好みも様々だ。それを全て受け入れられるのがリーウェ料理の真髄だ。それにこのお客さんたちの注文ははっきりしていたから、指示に従って料理すれば問題なかった。本当に困るのはお任せとだけ言ってくる客たちだ。ごめんください、もう閉店しちゃったかな。あれ、この声は、見てくれ。どうしよう、本当に誰もいないみたいだ。僕がもっと早く来ていれば。大丈夫だよ、今から野外キャンプの準備を始めても遅くないはずだ。そう、それに悪いのは取材に夢中になって時間を忘れてたお兄ちゃんだから。ああ、リネット、リネット、それにフレミネじゃないか。本当にお前たちなのか。パイモン、じゃあもしかして旅人も。旅人にパイモン、まさかここで会えるなんて。それはこっちのセリフだぞ。オイラと旅人はここで手伝いをしてて。というわけなんだ。お前たちこそどうしてここに。お前たちのそのまた何かお父様からの任務があるのか。その逆だよ、僕たちは休みでリーウェに来たんだ。うん、ついでにあちこちで取材はしてるけど。お父様が言うには、ここのところ僕たちはずっと忙しかったから、しばらくは休むといいだろう。その方が次の任務に都合がいいって。この間解凍祭があったでしょ。せっかくの機会だからって、お兄ちゃんがリーウェに連れてきてくれたの。リーウェ校で面白いマジックをたくさん見たんだ。あれ、リーウェじゃ奇術って呼ぶんだっけ。奇術とリーウェ劇。十部劇を組み合わせてやる人もいて、本当に素晴らしかった。それでここにもう何日か滞在して、もっとアイデアを集めようと思ってね。先日は警察層のジャクシンさんを訪ねたし、今日も近くでインスピレーションを探してて。挙句に時間が経つのも忘れて、今日はまだ何も食べてない。
ご飯といえば知ってるかい？フォンテーヌもリーウェイも水産物が豊富だけど、調理法にはそれぞれの特徴があるんだ。今回はせっかく来たんだから、たくさん味わっておかないとね。それも長く滞在する理由の一つかな。おお、今までは何を食べたんだ？オイラのおすすめを教えてやろうか。お魚料理なのに、あのすごく辛いやつ。もしかして黒瀬スズキの唐辛子煮込みか？確かにフォンテーヌ人からしたら辛い魚料理って珍しいもんな。魚料理だし匂いも美味しそうだったから、リネットは躊躇なくパクリと一口食べたんだ。そしたら一日中むせて口も聞けなかった。リネットがもともと無口な方だったのが不幸中の幸いだけど。くぅ、お兄ちゃんとフレミネはお腹空かないの？うん、ちょっと空いてる。それもそうだね。じゃあ旅人、料理をお願いしていいかい？メニューの名前を見ただけじゃどんな料理かわからないし、せっかく君がいるんだからおすすめをもらおうかな。僕たちの味の好みはわかるでしょ？あとお願いだから、唐辛子は入れないで。なるほど、フォンテーヌからのお客さんか。辛いのが苦手なのも無理はないな。だがあっさりさせすぎても彼らが普段食べているものと変わらない。そうだな、カニ味噌とエビのむき身を炒める料理があるぞ。一見味付けが濃いように見えるが、実際にはしつこくなくて口いっぱいに旨味が広がるんだ。よく聞いてくれた。レシピにもこう書かれている。カニ味噌は金に勝り、エビのむき身は珠玉のよう。だからこの料理は金玉万刀と呼ばれているんだ。ほら、これがレシピだ。準備ができたら一緒に作ってみよう。城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。
じ。え？ま、そういえば旅人とパイモンも今日はずっと忙しかったんでしょ？一緒に食べない？そう言われるとちょっとお腹が空いてきたな。じゃあお言葉に甘えて。そうだな。何しろ今回はお前たちがお客さんなんだから。あれ、どうして食べないんだ？見るからにタレがこってりしててうまそう。リーユへのテーブルマナーでは弟の僕が先を譲るべきだから。それじゃ、まず僕が旅人のお手並みを拝見させていただくよ。どう？水飲む？いや、すごく美味しい。素材本来の味だ。タレがたっぷりかかってるのに、ちゃんと海の旨味を感じる。二人も食べてごらんよ。この味、もしかしてカニ味噌？大正解だ！さすがリネットだな！道理で、エビの味とうまくマッチしてるわけだ。こんな料理もあるんだね。へへん！この料理のこだわりは、エビにカニを加え、新鮮さにうまみをプラス。柔らかくプリプリのエビにねっとりとしたカニ味噌が重なり、味も香りもよく、食感も抜群。カニ味噌は金色に輝き、エビのむき身は透き通る玉の色。だからこそ金玉マンドって美名があるんだ。なるほど、この名前にはそんな由来が。た変だな、パイモン。いつからそんなに物知りになったの？この料理は口に合うと思うよ、リネット。って、あれ？あー、金玉マンドウが半分しか残ってない。いつの間に食べたんだよ。リーウェではシェフに対する最高のお礼はたくさん食べることだと聞いたから。すごく美味しいわ、ありがとう。お箸がやっとまともに使えるようになった。うん、リネとリネットは手先が器用だから、リーウェに来てからすぐに慣れたんだけど、僕は最近やっとうまく使えるようになって。そういえばリーウェにはお茶碗やお箸を使った技術もあった。マジックの助手を務めるにはこういう練習も欠かせないよね。自分の好みをストレートに表現することなんてめったにないリネットが、今回は早い者勝ちだなんて。君のおかげで変わったのかな。それとも君が作ってくれた料理が本当に美味しすぎるだけかもね。次にフォンテーヌで会ったら、他の弟や妹たちにもお手並みを披露してもらえるかな。大料理人さん。よし、じゃあ早めに予約しておかなきゃね。エネルギー補充型、消化モードオン。うん、普段は体型を保つために私もお兄ちゃんもあまり食べないようにしてるの。マナーを考えて食卓でも控えめにしてる。でも、た
まには家族の前で好き勝手するのも悪くない。もしお兄ちゃんとフレミネが譲り合うのを待ってたら、料理はとっくに冷めてた。友達は満足してくれたか？見事なもんだ。初めてまだ一日なのにこれほどとは。この次も頼んだぞ。クレー変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？